だらいろんな企業でもね、特定の企業がこれで実は儲けてたところか世界をシステマティックにその支配していたみたいです。我が社も研究しましょう。辻とやらを使ってとかってね。どの会社も気づくようなね、感じだけど。ただ、しかしもうすでにそれは進行してたわけだって。でしょ。ほな、関西財界はそんな熟知してるよ。関西財界と名古屋財界地続きだし。まあ、東京の首都圏の財界も、ね、日本財界ね、いわゆる。で、そういったわけで、その、結局、読まれてるわけなんですね、思考回路がね。それは超古代に挙げた人工衛星。今やその、隕石みたいな形になってるけど、いろいろくっつくから。隕石にしか見えないような形になってるけど、超古代の人工衛星はね。そんなとこから監視されてる。量子コンピューターの、もっと最新バージョンみたいな、まあ、もっとか、最終形態バージョンみたいな形で、もう地上で計算されてしまってる。人工衛星がね、地上で計算しちゃってんねん、もう。そのレベルやからね、量子コンピューターの行くつく先ってね。じゃあ、やばいって。もうこの話はむしろ聞かない方がいいって。なったりする企業心もあるよね。で、まあ、系列があるなら、おい、やばいぞって、ね、気づいていくよね。系列に聞いていくと、いや、マジあの人やばいんやって、やっぱり。気づくよね。でもこの話聞かない方がいいって。聞くなって。儲けに関係ないどころか、関係ありすぎでやばいって。そういう方するよね。企業人もね、まあね、ビジネスマンもね、まあね、サラリーマンもね、まあね。ってなわけで、で、あれやね、有名なセリフ。この村は恐ろしい。お前たちあの村に行くのか。死ぬぞ。俺はもうダメだ。やっと死ぬ時になってね。あの村は恐ろしいって言葉に精神代謝できるみたいな。それまではね、あっこでなんか儲けられへんかな、くっそ。他の会社めっちゃボロ儲けしてんのじゃんって知らんかったこっそってそれがやがてお前たちあの村に行くのかあの村はそろそろなってるわけ。しかしそれまではでも元気な時お前らどこに行くんだあ気をつけなってそっちは俺が見つけたとことバスワーって帰ってたやつところが帰り道になってうわしまった深くてあの村を俺がいただいたさらばだってくっそでその後ねなんか若いなんか爽やかな4人組がやってきてお前たちあの村に行くのかあの村は恐ろしい俺はもう死ぬだから最後にこの仕事をお前たちに託そうかっこ託すくになったいかさなタスキ余ってますかこのタスキ不幸の手紙ってしかどう言ったらいいんやろな早くあの村の秘密を知ったらもうおしまいだお前たちあの村に向かっているんだろうあの村は恐ろしいこれがあの村の秘密だお前たちあの村の秘密を知ってしまったな